回ね、YouTube で売り上げを上げるためのちょっとお話をしたんですけども、バッテリーが切れそうだったんで、ちょっと後編の方で追加の情報発信になります。商品はいきなり売れるわけではありません。必ずですね、その前に予兆があるんですよ。例えば、直接メールでお問い合わせをいただくとかね、視聴者さんとの直接のコミュニケーションが続いていくとか、そういったことってのはかなり、強い予兆とも言えます。でもいきなりそういう風になるわけではありません。まずは、視聴者さんっていうのは動画を見て、その動画の他の動画を見ようかなとか、それからこの動画を作ってる方の他の視聴を聞いてみたいなと思ってチャンネル登録をするとかね、まあ様々なアクションがあります。まずは動画を見ていただいたんだけども、もうそもそもこの時点で退場されるようでは、もう永遠に商品をその人に売ることはできません。商品を買った人ってのはね、必ずね、何本も動画を見たとか何ヶ月も前から見ていたっていう、そういった下地があって、そして勇気を持ってメールを出してくださるんですよ。まあですんで、メールやお問い合わせやコメントが書きやすいような動画を作る必要があるんですよね。ここがまず最初の動画のスキルになってきます。ずっと反応のない動画を作り続けると、ずっと反応のない動画を作り続けることになるんですよ。トンチみたいですけども、本当この言葉っていうのはね、すごく重要なんですよ。でもおそらくですけども、まあ私はチャンネル登録が多いっていうところもあるかもしれませんけども、私の場合はほとんどどんな動画にもコメントがつくんですよね。でコメントがつくように動画を作ってるんですよ。これを考えなかったことはありません。でコメントをいただけるように、直接連絡をいただけるように動画を作っていても、それでも無反応なものもあるわけですよ。だからね、 100% 仕掛けを作っていても、その仕掛けに乗ってくださるかどうかっていうのは分からないんですよね。ですんで、何も考えずに動画を作るだけだったら、相当なラッキーに恵まれない限りは何の反応も得られないんですよ。反応が得られないってことはね、例えばコメント一つ書かない、メール一つ出さないって人が、それ以上にお金を払って何かをね、買うってことはしないんですよ。まあですんでね、コメントをたくさん書くとか、それからコミュニケーションが始まって嬉しいっていう風な、その先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 に、商品買おうかな、お金払おうかな、振り込み構造を教えてくださいっていうのがやっとくるんですよ。で、私の速稼塾っていうビジネススクールには、もうね、2年も3年も動画を見ていますとかね。で、久保さんのメールアドレスにメールを送ったら、丁寧な返信が来ました。ありがとうございました。でも、2年も3年も速稼塾に入らない方もいるんですよ。で、速稼塾に入ることを決めても、頭金がありませんとかね。速稼塾の費用ってのは30万なんですよ。で、頭金が3万円なんですよ。ね。で、頭金さえ払えば速稼塾に入れるんですけども、2年も3年も前から見ていてね。で、2年がかり3年がかりで頭金の3万円ができないっていう現状があるんですよね。で、でもやっぱりそういう方にも門を開きたいなと思うんで、アクションを起こすためのいろんな動機を与えていくんですよ。でも通常でしたら、考えられるのはね、一括で30万払わないと、入れちゃダメですよとかね、入っちゃダメですよみたいになっちゃうわけですよ。うん、だからそれも一つの方法ではあると思います。だけども私の場合は、どんな人にもビジネスのね、第一歩を踏み出してもらいたいと、そのためのハードルをこちらで下げれるものだったら下げていきたいなと思うわけなんですよ。ただハードルを下げると、その分だけ離脱も早いんですよ、ね、で30万払ったらね、相当食らいついてくると思うんですけども、そもそも払うのが3万円とかね、3万円でも大きな金額ですけども、例えば数千円とかだったら、まあいいかってことで退場しやすくなっちゃうんですよ。だからそこはね、もうね、言ってみれば、最初にどのぐらいの費用を払って、その払った費用に対する、まあ痛みというか負担があるかっていうところにもかかってくると思います。一日も早く入塾金を取り戻そうと思ったらね、やっぱり行動動機になると思うんですけども、まあどうせ数千円だからいいやってなっちゃうと、本当に行動しなくなっちゃうんですよ。ですんで、私がハードルを下げるっていうのは、実はね、そんなにね、いいことばかりではないんですよ。うん、結果だけ見てみるとね、この10年、最初に一括で払った人の方が早く結果が出るんですよね。だから何でもかんでも早く済ませようっていう、そんな気持ちにもなるんでしょう。支払いも早く済ませて分納はしないとかね。うん、で少しでも、まあいわゆるローンをしたくないとかね。まさにお金払いの一番効率的なのは、分割にしないってことなんですよね。これどんなところでもそうですけども。そもそも分割にしないと買えないものは買わないっていう選択まであるぐらいなんですよ。まあ、そうなると家とか車ってのはほとんどが、分不相応なものを手に入れてるってことになりますけども、まあでもね、商品によっては分割の方が優れてるものもあるかもしれないですよね。まあ、その辺もね、お金の勉強として速稼塾の中で学んでいただければと思います。というところでね、今回はね、YouTube 動画を作る際に、
どうやったら反応をいただけるのか、どうやったら視聴者さんとのコミュニケーションが起こるのか、そして最終的に商品が売れて商品を買っていただいた後にもっと深いコミュニケーションが存在するのかってことをね、ちょっと話してみました。またこのシリーズっていうの次もやりますんで参考にしていただければと思います。どちらにしても何の反応も得られないような YouTube を作ってる方、用心した方がいいですよ。それははっきり言って見てもらってるだけありがたいんですけども、そこで終わっちゃいますんで、ただ働きをしてるのもんなんですよ。また新しいね動画とか、もっともっとこう密度の高い動画を作ろうと思ったら、必ず誰かからお金をもらわないとその原資ができないってことになっちゃいますので、いつでも持ち出しで、動画を作る手間をかけたりとかね、お金をかけたりするとどっかで限界しちゃいますんで、限界ができちゃったら、ただ見てる人を、ただ見てくださってる人にも動画が送れなくなっちゃってね、結局は皆さんに迷惑がかかるってことになりますので、必ずどっかで課金をしていただいてね、でそのお金によって動画が作り続けることができるっていう形を作らなければ、やっぱり本当の意味で視聴者さん還元にはならないのかなと思いますね。はい、じゃあ以上でございます。お疲れ様です。